はい、はい、はい、こんにちは。どうも、はい、こんにちは。2017年ね、10月の1日日曜日、ね、今日休みなんで来ましたよ。休みなんで、日帰りアウトドアね、電車と徒歩でアウトドアね、まあ、おなじみ、里見公園のお花見広場に来ました。どうも、おなじみ、うちから一番近いかな、まあ、一番じゃないか、あ、こんにちは、今日は里見公園来たよ。どうかな。あ、黒光さんどうもね。今日は里見公園来たよ。里見公園配信具合どうかな。今日は里見公園来ました。スマホの方でコメント見ながら、今日は里見公園来た。マキラにはソープランドないんだね。じゃあね、マキラはソープランドないの。はい、こんにちは。電車、はい、キンポさん、倉彦さん、どうもね。配信具合いいね。じゃあ今日もまず一杯行こうか。まず一杯行く。今日はね、駅前のリブレで買ってきたよ。河野台、以前はリブレ京成っていうスーパーだったんだけどさ、なんか不審でね、ミニスーパーみたいなコンビニみたいなの変わったんだけど、そこで買ってきた。今日の食材、まあ、今日はこれ、駅前のそんなお店で、あ、久々かな、パック酒。これのもう、これ、はい、いつもの。今日、ポカポカ用で、今日は常温で行く。常温で行こうか。じゃあ、いつものグラス出そう。タオルにくるんできた。まず一杯。食前酒的に一杯。今回の食前酒。今回も食前酒、これ、いきまーす。はい。これ飲むよ。うん。昨日は早かったんだ、昨日は。昨日は10時ぐらいだったからさ。そうか。いきます、これね。これ、ちょうど1号だから。お外で飲むのうまいよね、これでね。いい天気、寒すぎず、暑すぎず、そんな季節なんで、常温でいきます。今日の直前酒。これ税込み103円か。税込み103円。じゃあ乾杯。まあ、いいかさえしないで、まあ、ああいう人はね。全然違うんだが、当たり前じゃん、あれ。もともとの人とはね。当然だと思うよ、僕は。希望の党って言われてるのは、小池が上の人だって、あの人全然違うじゃん、あれ。もともと。当然だよね。これもらったやつ、これ。これもらったやつ。よくいろんな荷物を、くれた人だけ送ってきてさ、その中に入ってた服、これもらった服、今日着てんのは、ね、分かった。あの人がもらった、名前忘れちゃった。あの人ね、うん、なんだっけ、あの人、あの、また忘れちゃったね。送ってくれた服だね、もらった服、もらい物、ユーザーさんから。ちょうどよかった、シャツ1枚ね。半袖だと逆に寒すぎるからさ、シャツ1枚ちょうどいい、今日ね。どうか、まゆこちゃん、あれ元自民じゃ全然聞かないでしょ、あの人。小池さんは自民から出た人だもんな。そうじゃない。あ、まゆこちゃんは出たんだ、一応ね。どうわかんないね、それね。まあ、関係ない。まあ、今回はね、なんやかんや言って、結局は、8割ぐらいの人が投票するか、10割か、ほぼ 100% に近い人が投票行かない意味ないと思う、選挙なんて。いろんな、まあ、選挙のたびに思うことは、民意とかさ、民主主義だって言ったところで、
大抵どの選挙、まあ小泉さんのさ、あんじゃ小泉劇場って言ったあれ、長期政権だった。あの頃の総選挙でさえ、都市部の投票率って50か60でしょ、あんなもんね。そうだよ、あの頃でさえ。その程度で民意だもんね、笑っちゃう。ほとんど大部分の有権者は行かないんだもん、投票って。結局、いつも思うけど、毎回、みんな投票行かないとダメだよ。投票行ってくの民意なんだからさ、ね。行かないとね、結局そうなるよね。だいたい都市、ずっとそうじゃん、もう僕が物心ついてからほとんど都市部の投票率って50から60ぐらいでしょ、だいたいどこ。田舎の方行くと78で。それじゃ意味ないよな。大部分投票しないんじゃん、ね。それが一番の問題だからね、誰が出るとか出ないんじゃなくてさ、ね。誰に投票する しない関係ないよ。問題はさ、選挙ってからには多くの8割方、9割以上、もしくは 100% に近い人、有権者の人、そんぐらい行かないとしょうがないんだよ。そう、それでいいの行かないじゃんね。うん。8割方、9割以上して、それでこその民意なんだよ。5割、6割の人しかいないから、何が民意だ、民主主義だ。ふざけんなよ、ほんと。僕は違いますよ、共産党ですよ。前から言ってんじゃん。勝彦さんは共産党、共産党員じゃありませんが、共産主義をしてますんで、僕は共産党員います。僕はそうよ。出雲通り、共産党に入れます。はい。出雲もそうよ。いつも通り。はい、今日はこれ。今日の食前酒はこれです。常温で飲んでます。里見公園はね、江戸川沿いにあります。江戸川沿い。江戸川のすぐ上がったところちょうど。土手上って感じのところ。特にこの里見公園でもさ、このお花見広場って言って、夏季使用エリアはね、ほんと川がすぐ後ろ。この僕、この後ろも江戸川だから降りたところ。そんなところ。江戸川沿いです。わかったかな？誰だっけ？そうそう。プニさん分かった？プリさん、プリミさん分かった？江戸川沿いです。そう。共産党員ではないよ。日本共産党支持してるわけじゃないけども、唯一共産を前面に押し出してから僕は共産党に入れてます。共産党員ではありませんけどね。うん、僕は共産主義に夢を持ってますから。共産主義への夢を捨てきれないからさ、僕は。まだね。そんな思いを込めながら飲んでます。今日の食前酒。そう、Cさんはね、あれそうだよね、あれ。まあ、知り合いだけどね、あれ、ほとんど。あれ、小選挙区になっちゃったからさ、共産党なんかほとんど友達やとね、中選挙区だったらさ、2人区だったらさ、2番目、3番手で共産党の人入ったけどさ、ね、小選挙区になったんで、まずありえないもんね、入るの。大抵、野党か、野党の上の方か、与党の自民ぐらいだもんね、入るのって、一気に小選挙区。だからほとんど共産党は指令だからね。みんなそうや、あれ。小選挙区になってから。ね、みんなそう、ね。赤じゃないですよ。ブラックだ。なぜだ、腹黒いから。よく言うじゃん。勝彦さんの腹黒さは漆黒って言うでしょ？なわけでブラックです。赤じゃないよ。黒ちゃんです。わかった？わかりました？金峰さん、僕赤じゃない。黒だからね。腹黒ブラック、黒ちゃんって言われてるんだからね。腹黒いからさ。勝彦さんの腹黒さは漆黒だってよく言うからね。あれちょっとわかんない。また別かもしれないけど、うん。独裁だからな、あれね。あの一族だけで、ね。また別。でも確かにこの里見公園ってさ、昔のさ、古戦場の跡だからさ、北条氏とかさ、あと昔の古城のさ、後ろの跡でもあるんで、あと古墳もあるからね、多分そういうスポットだと思うよ。
このすぐあの向かい側とかに古墳もあるんです昔。だから多少はまああれ信じないけどね、信じる人は心霊とか言うんだろうね。僕信じないのそういうもんは。やぶしらず知ってますよ、あれしょぼいやつな、ちっちゃいの意外とちっちゃいんだけどね。昔は分かんないけどね、あれ大通り沿いにありますよね。まあ歩き配信の時教えてもらったあれペパレールさんだっけ、うん、知ってますよ。あの前歩いたことあるよ。うん、分かった。まず直前車この辺にして、直前車飲みながら今日もソロストーブ行こうか。ソロストーブもう早くない、ソロストーブ。中にはどうだか分かんない、もう知らない、もう入ったことないし行ったことないんで。今日もソロストーブ持ってきた。ソロストーブはね、今日はこのクッカーに入れてきた。今日はちょっとトレックじゃない、なんかこのダグだっけ、ね、ダグポットっていうクッカーの上にこれちっちゃいのかぶせて、ね、こんな感じで、このクッカーはね、これは100円ショップだけど、ね、今日はダグっていうやつかな、これ。今日はこれで1合ご飯炊こうと思って、1合ご飯炊こうと思って、これで炊こうと思って、まだ炊かないけどさ、うん、これね、このクッカーの中に入れてきた、ね。その中、ソロストーブ。これ、本日はソロストーブいきます。飲みながら。どうだろうね、しょうがない、腹黒だからだよね。抜く人の気持ちは分かんないよ、抜かれね、それはね。抜く人はどんな人から抜くんじゃないかな。言って、あ、そうじゃない、そうだと思うよ、僕、はっきり言って。抜く人は誰だろうとのね、その人の気持ち次第じゃない、抜く人の気持ちは分かりません。うん。だから、今日もその人、結構使ってっからね、うん。その人、燃焼室が小さいから少量の薪燃料でも煮炊きができていいんだよこれ、うん、なんか人入らない、まだまだそういうなんかあるの、もともと人入らないようにするためにね、入ったらなんかあるよって言われてるみたいな、ただそんだけでしょ。こうやぶしらずってあそこ、八幡のね。人入らないようにするためにただそう言ってるだけかも。そういうね。ヤシモチさせるために、ちょっと小川瓶長炭をちょこっと入れこうか。ヤシモチさせるために小川瓶長炭1個、来たの。1個ちょこっと入れて。燃料代わりにこれ着火剤ちょこっと入れて、でここに巻きくずを入れよう。くず家から持ってきたね。くず高さ的には大丈夫かな。くず入れて、これで火つけようか。見えてる？あ、炎ね、やるよ、これから。ソロストーブでやるからね。そう、あの峠越え、向かい側ですね。うん、ハス向かいって感じのとこ、行き交わしなくするんだ。は、うん。じゃあ、ライターで。今日は着火剤でやります。炎上がると思うんだ。まずご飯炊く前にね、ご飯炊く前につまみ系のものやろうか。直前今日はね、その駅前で買ってきた
これベーコン炒める、安かったこれ。ハーフベーコン3つ入って184円だった。これ炒めようと思う。ハーフベーコン、これ3つ、まず1個だけでいいかな。ハーフベーコン安いでしょ、これ3つ入って。今日これ4枚だから、ちょっと炒めるのちょうどいい、うん。あと家からね、家から長ネギ持ってきたんで、長ネギとベーコン炒めよう。長ネギ、家から長ネギ、ちょっと長ネギ持ってきたんで、長ネギ炒め、長ネギベーコン炒め。長ネギベーコン炒め。いいかな、映ってかな、大丈夫かな。はい、こんな感じで長ネギベーコン炒め、ウェットティッシュでちょっと拭いて、長ネギ、長ネギをどんぐらいやろうか。長ネギは3本ぐらい炒め、4本ぐらいでいいか、4本。4本炒めよう。4本。大きめでいいやな。適当に。これは家から持ってきた。家の近くに安いスーパーで買っといたやつ前持って。だから今日少なかった。500円ぐらい買わなかった、駅前で。今日ほんと安上がりだ。やっぱいいね、こいつ。お店入ったら500円でこんだけいけないもんな。こんなもんで。炒めるのはね、これ、久々、久々登場。ダイソーの芋の200円シリーズ。200円のこのちっちゃいやつで炒めよう。これで、炒める。ベーコン入れよう。ベーコンだからね、油は引かない、油は引かない。1枚、ハーフが4枚入ってんだ。ベーコン、ポッテガーリー、これ熱いから、ガーリー落ち着きながら、ね、こんな感じ。このソロストーブでね、この芋のプレートでさ、まずベーコンね、長ネギ、長ネギ炒め、まあ全部いいか、入れすぎかな、まあいいや。ベーコンだ、あ、そう、チーズ買わなかった。これをつまみながらこれ飲もうかなって感じで、
そのストーブいいでしょ。あ、落ちちゃった。ちょっと全然使った方がいいです、全然。トロストーブでね、これダイソーの200円の芋のプレートね、あれそれとベーコンと、さっき長ネギやっぱ入れすぎだったね、どうしても入れすぎちゃう。あ、上からでももう一個入れようか、上からでも上からでも、もうこれもう一個上から、これ184円だもんね。ベーコン、ハーフベーコン、ただ塩分は偉いっていいな、これベーコンだからね。今日は厚揚げないな、今日はね。よく厚揚げ買うけど、今回買わなかった厚揚げ。こうやって燃料出しながらね。トロストーブいいでしょ。トロストーブ。トロストーブでおつまみ。だったね、やっぱ200円のちっちゃいな、うん、たまにはしかないなと思って。あ、いい香りしてきた、長ネギとベーコンが炒まって。あ、戻しちゃった。どうだ、あれ、ララポートってそこに テナントよく入れ替わるよね、最近ね、うん、この10年ぐらいはね、コンパン、審判変わるんじゃない、あそこララポートは。昔は安定したのに、あれそごうとかダイエーの頃はさ、テナント安定したよね、あれね、ララポートね。そごうダイエーがなくなってからさ、テナントの入れ替え早いよね、そう思わない、あれ今のララポートって。変えて間もない頃、ダイエーそごうがだった頃ってさ、テナント安定してたよね、あの頃ね。あれ、あそこ潰れてからさ、すごいこまめに変わるよね。まあ、あの頃はそごう大変の頃は後継機だもんな、全体的にな、まあ、世の中かな。これが二次燃焼。燃料見ながら、はい、長ネギが火通しなってすれば、ちゃんと肩も減ってちょうどいいじゃん。ベーコンと長ネギのバランスがね、長ネギもしなってきて、ベーコンの油と長ネギが混ざって、うん、いい感じ。どうも、今日はこんな感じで里見公園でソロストーブで飲んでます。音声出てない？
音出てない。あ、大丈夫じゃん。よかったよかった、こんなもん。まあこれしょうがないよ。大丈夫よ。大丈夫、音声こんなもんです。これ内蔵マイクだからね、この内蔵マイク。こんなもんだね。はい、音声大丈夫。うん。まあ大丈夫大丈夫。こんなもんだ、こんなもん。あ、また。また。落ちてきちゃった。まあこんなもんで長ネギとベーコンね。ちょっとそこから入れて。おいい感じだほら。中ネギベーコン炒め、これ十分だ。うん、うわ、ソロストーブで、あ、うまいじゃない、うまいじゃない。バルニングしようかな、でっかいやつ、ね、今日はつまみこんなもんで、まあ、火から下ろそうか、そろそろ火から下ろします。今日はこんな感じ。このこの人を横に分けといて、今日は長ネギベーコン炒めて日本酒パック酒飲んでます。お、いい感じだ。ちょうど良くなったんだね。ベーコン行こうか。はい、聞こえた。まあこれ大丈夫、気にしないから僕そういうの。まあいいんだ。これ二次燃焼か、一つ入れてね。じゃあソロストーブね。こんな感じで。
まあ、勘に触る人はしょうがないよね。来なくてもいいからね。バッテリー取りに行っていいよ。うん。うん。あ、一本飲んじゃった。これで行くよ。はい。あ、どうもね。ではまたね。うん。まあ、これでいいや。僕はこれで大丈夫。うん。まず、あ、ベーコンと長ネギ炒めてあるね。じゃあ2本目いこうか。2本目。2本目。これね。いいかな ?2 本目ね。はい、こちらです。はい、あ、音声大丈夫、これ。2本目いきましょう。おー、いいね。じゃあ、今日もソロストーブで。長ネギとベーコン炒めた、これ。長ネギ。長ネギとベーコン炒めです。今日、ね、わかった。長ネギとベーコン炒めです。どうも、クロウさんわかった。長ネギ、ベーコン炒めで、絞りたて。絞りたてを飲んでます。絞りたて。2本目だ。2本目です。はい、乾杯。これ長ネギね。長ネギとベーコン。これ200円のダイソーのやつ、芋のプレート。うん。いや、マナちゃんの方がいいや。思春期真っ盛りのマナちゃんの方がいいです。思春期真っ盛り。ソロストーブいいね。これが二次燃焼ね。これが二次燃焼です。ね。二次燃焼。ちょっと火くれて。はい、どうも。ブツブツ言ってる。でも直しようないんだよ。ごめんなさいね。まあでもこれはこんな、まあこのこれはしょうがない。うん。ブツブツ？これ直しようないからしょうがないよ。これ直しようないからしょうがない。アウトドアでしょうがないんだよな。うん。でも、まあ、元はこんなもんです。どうも。大丈夫。これ直しようがないんでしょうがないやな。あ、ベーコンは気軽に安かった。これね、今日はベーコン安かったんで。いいじゃん。そうだ、ご飯炊くんで、ご飯用にちょっと薪をね、小揚げとこう、でかいのちょっと入んないから。ご飯炊くんでね、今日は。今日ご飯をね、こちらの、これで1合炊くんでね、ちょっと小揚げとく、でかいのちょっと入らないんでね。炊きながらだったら、これ出てたらできないからさ。ちょっとね、細かく。
これだったら手で割れるかな。手で割れるぐらい。手で割れるぐらい。手で割れるぐらい。こんなもんでいいかな。ひとまずご飯炊くぐらいだからな。1合だからこんなもんで、これだけでやめとこう。こんぐらい手で割れるぐらいまでね、割ってね。はい、しっかり飲もうか。はい、ブツブツしないよ。音、でもこの程度の音気になるんだよ。大丈夫よ。うん。しょうがないよ、これ音。うん。この音はしょうがない。直んない、これは。これはしょうがない。直しようがないんで。僕もわかんないから大丈夫。ロートルなもんでしょうがないですね。直しよう。でも音大丈夫。それ聞こえないほどじゃないもんな、この音。あ、秋山さんどうもね。今日は里見公園で長ネギとこれベーコン炒めたやつね。うん、いつも通りよ、いつも通り。うん、じゃあソロストーブで。これは折れるかな、もう。ご飯のっけるから、そんな木がでかいかも。この前今日はご飯炊くから、ご飯。こんなもんでいいや。今日はご飯炊きまーす。ご飯。くず入れて。ご飯。よし、それでは、これで1号制覇します。もっと増えとこうかな、スタート。さっと拭いて、これで1号炊飯。ご飯はね、もう家で溶いて水使ってます。これ分量の水に、これでだからすぐ作る。お、炎もいい感じが。これでご飯だからね、本当にやれば起きるんだ。今日は1号炊飯です。よし、あ、全部起きた。いいね。はい、起きました。はい、出る。1号だったらね、分量のお米と水が入るんだ。今度で、それで炊飯します。ソロストーブで1号炊飯。ソロストーブで1号炊飯。はい、乗っけました。で、炊飯なんで薪バンバンくべます。薪バンバン、ちょっとこれもポップ押し込んで。あら、大丈夫。そのうちぶわっといくと思いますんで、そのうちぶわっといく。じゃあご飯炊こうか。まあ、千葉県の北西部全体がね、梨の産地の。うん、千葉県自体はね。船橋もそうだもん。だから船市ってそうだもん。あの辺、国道16号線大体梨の産地なんだ、あの辺で。国道16号線沿いは。で、できるまで食前酒的に日本酒。
ね、ご飯炊けるまで食前酒飲みながら、つまみは長ネギとベーコン炒めたの。うん、16号沿いはそうね、16号沿い村上とかさ、あの辺そうよ。梨の園いっぱいあるわ、あの辺16号線沿いね。ソロストーブで1号炊飯、酒の前で日本酒でも飲みましょう。ソロストーブいいでしょうね。いや、いつも通りっていつも通り、6時か7時ぐらい起きたよ。いや、休みだからって変わんないよね、ほんと、起きる時間って。だいたい変わんない、習慣になっていくから。起きる時間いつも変わんないんだ、あれ。いつも通り。今日は日本酒、常温で。まだ沸騰はしないだろうけど、去年のため沸騰したらちょっと巻きかき混ぜた。今日は3号だけ、あともう1号あるんだ、もう1号。今日はね、こんな絞りたてのこのパックだけを見つかったからね。大体うちは地元はそうよ、小学校とかあの辺の遠足大体梨狩りだから、子供の頃の遠足って。うちの地元は地元に梨園いっぱいあるから、そうよ、みんな小学校の頃って遠足って大体梨狩りよ、あれ。16号沿いの村上とか行って、大体そうよ、あの辺の学校は、うちの方は。遠足っていうと梨狩りだから、小学校の頃って、みんな。あ、こっちも、ソロストーブも見せたいからさ、ごめんね。ソロストーブってご飯炊いてるよってことを見せたいんで。ソロストーブで今日は1号炊飯、1号だけ。炊けるまで日本酒飲んでます。ね、食前酒的に。いちご。どれくらいかな？わかんない。まあ。まあ、聞くべながら。これ家から持ってきたやつ。炊けるまで食前酒で日本酒。彼女じゃないよ、オナペット。彼女は実際その子と会ってさ、会話とかして会ったことないもんだから、オナペットやレベル。マナちゃんも会ったことないの、オナペットレベル。でもマナちゃん可愛いな、あの子ね。今、ほんと今、一番可愛い頃じゃん、明日マナちゃん。思春期真っ盛りでさ、小生意気な頃でさ、ね、僕そう思うよ。一番可愛い頃だと思う。
僕の好み的には。なんか中学生ぐらいの女の子がそうでしょ、あれね、おませさんだから。ちょうどなんか粉町で一番ね可愛いとこだよね、あれ。そんなこと思いながら飲んでます。そんな、うん、しょうがないだって思って。女の子が年取ったらみんなゴミなんでしょうがない。それは人間と生まれたら仕方ないことね。うん、年取ったらゴミなんでしょうがないよ。うん、うん、しょうがないこと。名前は個人の感情だからね、思う人は思っていいからね、どうぞ好きに思っていいからね、そんなもん受け入れっから大丈夫よ、僕は絶対に、うん、思うのは自由だからさ、ね、勝彦さんは名前聞くと思えば好きに思っていいからね、うん、どうってことないからね適当に流すから大丈夫よ、適当に受け入れて流すから大丈夫よ。じゃあ最後、3本目いこう。3本目、3合目。今日はこれ飲んでます。これはご飯の様子。まだ沸騰してないな。でもいいでしょ、これ。ソロストーブでご飯。風情があるよね。あ、グルーズ出てきたよ。出来口も。最後のお酒いきます。じゃあ3合目、はい、乾杯。おぉ、ぐつぐついってる。いいね。一番いながら。かわいながら。ちょっと僕、息子がなんかやってるけど、わかんない。見たことないんだ、僕。大事。聞いたことはあるけど、ちょっとどんなか。男の子だからな、好き嫌いの対象じゃないけどな。ホームグラウンドって、アウトドアはホームグラウンドなんで、僕のホームグラウンド。長ネギとベーコン、うまい。いや、桑田真澄さんもちょっとめめしなるなしてるとこあんもんね、少しね、うん、よく似てるじゃん、お父さんに。はい、じゃあ沸騰したらちょっとかき混ぜよう。クッカーさん、そうよ、沸騰したら一回ちょっと天気がかき混ぜるよ。かき混ぜて、またね、適当に前後沸騰したらかき混ぜて、また水分なくなるまで。これが炊き方。火加減は気にしなくていいよ、ずっと同じで強火でいいからね。あともうバンバンやろう。沸騰したら、ね、天気返しね。今天気返ししたから飲んでみるわ。
まったくこんな感じで生えてます。こっちにこんな感じね。読書はしてますよ。それなりにやってます。ちょっとまだ影になってんね。しょうがないかいいかん。今日はね、里見公園でやってます。ご飯炊いて、これ、いちごご飯の、これでいちごご飯ね、炊いてます。ソロストーブで。炊けるまで日本酒飲んでます。カップ、あれ、パックだけね、買いまくる。で、つまみはね、長ネギとベーコンで炒めてます。ケンジさん、大阪だし、あの人さ、自営業だからさ、時間合わない僕、勤め人だから。場所も違うしさ、仕事も違う。僕は勤めてるからさ、なかなか合わないんだよね。まあ、ベーコンもねえな、油があって。今日長ネギ、先週の一部買ったやつね。これで使い切った、今日持ってきて。全部食べちゃおう。あ、ベーコン長ネギ美味しくいただきました、ね、うん、ソロース、ソロストーブでご飯炊いてます。炊けるまで食前酒として日本酒飲みながら。ああ、いいな、いいな。仕事あったのもの、仕事、自分のできる範囲でやるよ。無理に仕事休まないもんだ。ね。仕事あったのもんだもんね。もうぐずぐずってんじゃん。これ水分なくなればもういいです。おー、いい感じだ。もうちょっと、もうちょっとできる。あ、こんにちは。
今日1号炊飯。もう、ベーコンあと1個あるんだ。ベーコンこれ、ご飯が炊けたら蒸らしてる時にこれベーコン入れて炊き込みしようかな。ね、おいしい。もう、長ネギとベーコン炒めをおいしくいただきました。こだわってないちゃんと映すよね。ごめんなさいね。うん。はい。美味しくいただいてまーす。巻き首ながら。ご飯炊飯。ソロストーブでご飯炊飯。水分飛べば大丈夫だ。もうちょっとだ。もらったやつ。フォレストさんだね。フォレストさんが送ってくれたやつだね。分かった、これフォレストさん。今日はね、里見公園。まあ、ギロさんどうもね。今日は里見公園よ、里見公園。今ご飯食べてます。今ご飯炊きながら。どこもういいかな？お、そろそろだ。蒸らしだ。これ入れようか。ご飯このハーフベーコンで3パックなんで、これ1個残ってるんで、これ入れよう。これはご飯に蒸らしてる時入れて。燃料出してハーフベーコン入れます。ハーフベーコン、これをバカッて入れて、じゃあ蒸らしにしますね。ちょっとおろしたいと思います。火からおろします。タオルにちょっと巻いとこうか。タオル、じゃあ蒸らしに行くよ。蒸らす、ちょっと置いとこう。蒸らします。この辺で、まず炎を楽しみましょう。できるのに食前酒、日本酒、ソロストーブいいでしょ。パカ、じゃあ二次燃焼楽しみましょうか。二次燃焼、炎なる幸せ。二次燃焼、冷凍物が結構持つんです。大丈夫よ、まだ今度ね。お、炎がいい感じや。炎がうまいね。炎を見ながら日本酒、これはもう使わないでしょ。今日あのご飯はね、ご飯はあれ、納豆食べようと、納豆買ってきたんで、納豆50円の納豆。
これをね、なかなか長ネギ入れて食べようかなと思ってます。ご飯の中で。あれ、前回と一緒だよね、あれ。前回も納豆だったね、ご飯でね。この公園でね。うん。じゃあ、納豆用の薬味のネギを刻もうか。薬味ネギ、刻みます。家から持ってきたの。納豆用に長ネギ刻む。納豆用に刻むぞ。ネギに刻みます。納豆用に。納豆でご飯食うから納豆用にネギね。この家が、この家それでかくても構わない、うん、このでいいや。これで納豆合わせて、でも芋持ってきてないから、芋もないから、もう焼くものもないです。今日はいい感じだ。はい、どうも。多分国会議員はそうでしょ、風呂上がりなんだろうね。ソープランドって、あれお金あるもんなの。多分そうだ、国会議員の人はさ、ソープランドのお風呂代わりだと思うよ、あれ。あ、これでいいや。ん？これ見ちゃおうかな、こっち。これにネギと納豆入れて。納豆、ネギ、適当に刻んだやつね。結構納豆たっぷりだ、ネギたっぷり。辛味があると美味しいからな。納豆50円だった。フリーマークのやつだ、フリーマーク。納豆ご飯。これ食べつきだからな。一個でいいかな。長ネギと納豆。二つ入れようか。二つ入れよう。二つ。これ V マークの発射管ね、警察ドアだからね。納豆ご飯、そうよ、うん。で、天ぷら食べ、
おう、ちょうどいいじゃん。で、からしも入れて。あ、こんなもんで。これでご飯と混ぜて食べよう。納豆か、ご飯のおかずの納豆完成。できるまで日本酒。はい。うん、まあ、今日納豆ご飯よ。お酒もこれで3合だ。はい、お酒は3合飲んだ、これで。残りの 3泊だから残りの1泊持って帰ろうかな。もうナイフは今日は使わないだろうから。じゃあこれ、さてご飯もういいと思うんだ。ご飯一合、ご飯ソロストーブで一合炊飯もういい感じだと思うんだ。開けようか。はい、ソロよく、こんにちは、こんにちは、は、はい、いい感じにかけてます。この感じベーコンにしたんだ、蒸らすときに、大丈夫、いい感じ。いちご炊飯、ベーコン炊飯、ベーコンは食べたらベーコンのまんまいただきます。でもちょうどいい感じになったベーコンか、いいね。うん、あ、うまい。いいね、ベーコンね。はい、ご飯いい感じ。いい感じです。あ、いいじゃん。ちょうどいいね。簡単、これ。じゃあ、このご飯で締めはね、納豆ご飯です。まず、うん、うん、うまい、うん、うん、じゃあ締めの納豆ご飯いきます。あれ、ローソンストアで買ったの、鬼殺しのドスの強いの。ローソンストアで僕が買いました、ローソンストアで。じゃあこれにご、これご飯にね、納豆入れるよ。長ネギと納豆。全部入れちゃおう。締める納豆ご飯。これ納豆入って、これはね、ダイソーの100円のやつね、これね。おいがんだ。はい、うん、今日締めは納豆ご飯で。ああ、いい香りだ。うん、うん、
暗い方さん分かった、あれ。オニコロストロングはね、ローソンストアで買いましたよ。もういい感じだ、うまい。今日はこれで最後だ。ご飯1合、ね、納豆ご飯で。このクッカー1合ちょうどいいんだよ、たくんね。うまいね。うん。
ダイビングとかあるじゃん。言うまとめないんだ。
壁を作ろうかね。
そういうふうに言ってあげる。
て。
調子もない。なんかいるじゃないですか、先生の真似しろって言うと、なんか上辺だけ真似するような感じの。だってお兄さんの時に、担当されてから、子供と同じマスメイノンと使って、不感症経過っていうのを書いてから、道徳力とか書いてたんですよ。言っといて、めっちゃあの一マスって言って、4マスぐらいで、ちっちゃいって、マスがいて。まあ、なんでこれ使ってんの、いや、先生に言われたからって言うのがない。ご飯も美味しくいただいた。あー、うまかった。あ、美味しくいただきました。
ソロストーブはどうなって今のソロストーブ。お湯沸かそうか。あ、でも来たんだ。お湯沸かそう。お湯沸かして、最後お湯沸かして。最後お湯沸かしの動くの、お湯沸かしの。まあこれでお湯沸かそうか最後。できてもらった。締めお湯沸かしのもん。あ、これ500ちょっと。蓋だけでこれ500ぐらい沸くんだな。うん、あ、そI don't know.
意味わかんない。園長が男で、私なのでもう役割を決めて。結婚したの。それに伴い、結婚式を挙げるため、土曜日の結婚式が足りません。常識的な意味で。そんな。しょうがない、決済だと取りますね、店長。まあ食後のお湯飲もうかなと思って。食後のお湯。すいません。笑ったで構わないよね。どうせそんなの笑われるの覚悟の上だから大丈夫よ。笑いたいやで笑えばいいんだよ。笑いたいやつは笑っていいよ別に。そんなもん覚悟の上だから。そんなもん覚悟の上。笑いたいやつは笑ってください。どうってことないです。どうってことない。ただ笑われるのは慣れっこですから。もう笑われるのは慣れっこですもん。どうってことないよね。やりました。いいよ、笑いたいでどんどん笑えばいいさ。どうってことない。大川さんどうも。今日はさとみ公園に来てます。笑いたいやつ笑えばいいさ。こっちと悪いことはしないんだから。笑いたいやつどんどん笑えよ、ね、どんどん笑ってください。笑いたいやつはね、うん、どうってことないよ。手伝い流しますんだ、うん、どうってことないですか。お前のバカに笑うわけでどうってことないよ。
笑いたいやつはどんどん笑ってくださいよ。この感じでお湯を沸かしてます。大体ね、食後の一杯は今沸かしてます。その今日はソロストーブで、もう燃料はいいかな、これ。また持って帰ろうかな、帰ってんだかったらと思うね。まあソロは燃料少なくて済むんでいいね。ゴミ袋はこれで使おうか。ゴミ袋、パンのゴミ。今日納豆食ったからな、うまかった。ゴミ大事で大事。納豆は3パックなのが買ったんだよね。あと1個残ってる。まだ家に食えばいいや。ソロストーブでやってます。いい感じだ。巻きだいぶ少なくなった。もうだいぶだいぶ。だいぶ。あ、蓋があった。ちょっとこれで。これを出して。だからこの企画何、今度ね、早いから今日。あ、ほんとだ。今日だって、9時ぐらいからやっても3時間じゃやっても今日早いからね。もう芋のプレートは熱冷めたんで包んでしまおうかな。芋のプレート。
今日使わない、一応これ2個持ってきたね。じゃあ1個が使わないから 2個あるとこうやって蓋代わりになるんだよね。使わないから使って2個、これ2個で400円だもんな。今日芋のプレートですね、あれお肉焼いたんだ。おぉ、ぐずぐずいってる。おし、じゃあ沸騰したんでこれ芋入れて、これで三分でおしまい。あと焚き火でおしまいしようか。ソロストーム焚き火でおしまい。ご飯炊いたからさ、これお湯入れるとさ結構きれいに取れたんさ。最後お湯飲んで、最後は左右でおしまい。これ二次燃焼です。お湯沸かしてご飯炊いたクッカーに入れてさ、きれいに飲もうと思って。これご飯炊くとさネバネバするんじゃん。これお湯でさ取る取る、これ全部飲んじゃおうとか。今日飲んだ絞りたても燃やしちゃおうかな。もう最後。最後のおなじみ、今日パックだけ飲んだんで、そのパックだけ燃やす時間で。納豆は持って帰ろうな、ワンパン。3つの1個はなんかいいなと思って。いい感じだ。何も作ってないよ。もう散々最後の焚き火でおしまいと。もう散々もう散々食ったからね。お湯沸かしてね、これご飯炊いたクッカーにお湯入れてこれ飲むだけ。最後の焚き火です。炎を鳴る幸せって感じですね。じゃあ二つ目いこうか。今日ソロストーブで、お酒のこのパックってよく燃えるんだよね。これ牛乳パックと一緒でさ、結構燃えがいいんだよこれ。お酒のパックやこれ、うん、ソロストーブいいでしょ。ソロストーブ。じゃあ最後3つ目燃やそう。
坂口さんよ、あの坂口涼子さんといえばさ、あれ、あれ出たあれ、相川さんのさ、あれ、あの出たね、確かなんだっけ、あれ、ギシギさん、なんだっけ、映画一緒に調子した相川信也さんと一緒にね、うつむいて歩こうとなるような映画、ね、まだ本当、20歳前後の頃だよね。早いな、ほんとね。坂口涼子さんのあれ。二十歳ぐらいだよ、まだあれ。相川さんのあれ。うつむいて歩こうの、あの映画出てたのね、あれ。もう娘はもう二十歳過ぎたんだもんな。早いな。僕だよ、坂口涼子さんが二十歳ぐらいだったのが、この間のようなんだから。もうその娘はもう、とっくに二十歳過ぎてんだもんね。早いね、ほんとね。そうな、思うと坂口涼子さん、この間20歳くらいだったんだよ、あれね、ね、ほんと早いよ、ほんとね、考えたらね、それだけ自分も年取ってんだけどね早いな、ほんと僕の記憶、そうよ、ついこの間のようだよ、坂口さんがデビューした頃可愛かったよな、あれ、うん、これ今日最後の、これ二次燃焼です、二次燃焼。今回はソロストーブ。ソロストーブだから燃料、少量の燃料でこれ見たくできるの、ご飯も炊けたしね。おいい感じ。だんだん炭化してきた。じゃあ坂口さんにちなんでうつむいて歩こう歌おうか。じゃあ坂口涼子さんにちなんでうつむいて歩こう歌います。トゥ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 。じゃあうつむいて歩こう歌うね、うん、なかなかこの歌詞がいいんだ。あれ、上を向いて歩こう、当時流行ってた上を向いて歩こうのパロディーとして作ったんだけどさ、なかなかこの歌いいよ、これ相川さんのやつね。行こうか、うつむいて歩こう。うつむいて歩こう歌詞で出るかな。うつむいて歩こう歌詞で出たと思うんだ。あら、行きます。うつむいて歩こう。うつむいて歩こう、何か起きてるはず、人の足跡が泣いてるかもしれない。うつむいて歩こう、生きててもいいから、そう、みんなが忘れてる心が起きてるよ。遠い夢は今の僕にはとってもとっても辛い。綺麗な天の川、今の僕には気分が痛い。うつむいて歩こう、優しさが起きてるかもしれない。はい、これをうつむいて歩こうね。はい、どうもね。いいでしょ、なかなか。
はい、どうも。いつものさりげなくやってます。はい、まだまだ触ってね、大丈夫で。はい、だいぶ炎も終わってきた。今日はこれでおしまいだ。うつむいてるけど、よくさ、デパートとか建物だからさ、人を見てればさ、女の子のスカートがさ、よく床に映ってる場合あるもんね。それも嬉しいよね。うん、うつむいて歩いて嬉しいことの一つだよね。ね、よくデパートの中とかだったらさ、下床がさ、綺麗に磨いてっからさ、女の子のさ、下着なんか映ってんだよね。あれまた嬉しいんだよね。ね、そう、そういういいこともある。うつむいて、そう、これも意外と、そうよ、うつむいて歩いていいこと。ね、下向いてればさ、ビルの中の、あんじゃん、オフィスビルとかさ、ね、頂上ビルとかデパートの中だとさ、床も磨いてっからさ、ピカピカのとこだとさ、女の子のスカートの中が映ってんだよね。またあれが楽しめんだ、下向いてる。またあれもいいんだよね。うつむいて歩いてればさ、床に映るスカートの中が見えるんだよ。うん、これ常識だよね。こんにちは。ちょっとしばらくホルモン牛タンいっちゃいます。いきなり先にこれ食べよう。レバー食ってます。うん、だいぶ減ってきた。じゃあ今日はこの辺でもうおしまい。一個木炭入れたからね、燃えがいいんだよね。あ、これか。あ、すげえ。え、なんすか。え、ちょうどいいやつじゃないですか。200円のレバー。あ、角っこの肉や。おもちゃとかの。全然味が。知りません。すごいついてくるじゃん。ちょいじゃん。すごい本物じゃん、これ。じゃあもう本当こんな感じだね。この間行ったらすげえなんか無理だったからね。でソープランドない町はね、ファッションヘルスがあるけどさ、ソープランドないんだよ町。ソープランドない町は何度でもいい町はね、ソープランドはありません。そう、下を向いて歩いてれば床に映る女の子のスカートの中が見えるんだよ。それがいいこと。うつむいて歩いてていいこと。そうだよ、うん、うつむいて歩いてていいことは床に映る女の子のスカートの中が見えることね。それ基本だよね。でもね、しかも行ったことのないからよ。どうでもよくない。そうよ、待ちなさいじゃない。全くだよ。お母さんと一緒なんだ、クラゲタさん。実家に帰ったのかな、そ、ね、うん、クラゲタさんのお母さんもまだ若いでしょ、ね、まだ若いと思うよ。あ、それが変えた。
生臭い感じ。かわいい。全然似てない。回してもらえ。はい、おいしくいただきました。はい、どうもね。じゃあ名前当てるよ。おいしいな。今島を燃やそうと思う。